はい、こんばんは。何事も浅く広くカメラなどのお話チャンネル山でございます。今回はミラーレス一眼レフ、特に APS-C センサーを採用したカメラについてお話していこうと思います。ということで今回はね、 SD クワトロさんがここに鎮座しております。私の持っている唯一のミラーレス APS-C センサー対応のカメラとなっておりますね。あ、そういえば QX1 もあったな。まあどこかで笑っていてくれるでしょう。ということで今回はね、 APS-C センサーに、限ってはいないんですけども、ミラーレスカメラ、特に APS-C センサーについてお話したいんですけれども、先日、だいぶ前になりますけれども、キヤノンの方で新しいミラーレスカメラ、 APS-C センサー採用のカメラね、もう言いにくいなこれ、というか発表されましたね。カメラ名はR7、 それから R10 ですね。はい、両機とも APS-C センサーを採用したカメラとなっております。特に今回はね、 R7 のことについてお話したいんですが、軽く R10 にもね触れておきますと、 R10 もね結構 R7 と負けず劣らずね高性能を誇っておりますね。毎秒15コマのね高速連続撮影に対応しておりますし、オートフォーカスも結構優秀みたいですし、電子シャッターでは秒23コマ対応してるみたいなんですが、キヤノンのカメラは得てしてね、電子シャッターだと結構歪むみたいなんで、この辺りはね、歪まないものを撮影するなら問題ないと思いますが、大体の場合、高速連写をする場合は高速移動しているものを撮る場合が多いと思いますので、それを考慮するとメカシャッターの15コマがマックスなんじゃないかなと、それをね標準に考えていいんじゃないかなと思ってます。そしてオートフォーカスもね結構効きますしね、本当抜かりのないカメラとなっております。 R10 の方はエントリークラスなのかなと思ったんですが、サイトの方見てみるとあまりエントリーということを押していないので、中級機とは言いませんけどね、どちらかというとエントリー機といった感じでしょうか。7月下旬発売予定みたいなんですが、この下にね、また一つスペックを落としたものを出してくるのか、そのあたりも非常に気になりますね。そして注目のね、R7 なんですけれども、この R7、コマ数としてはね、R10 と同じで、メカシャッターでは秒15コマ、しかし電子シャッターでは秒30コマと高速連写ができます。先ほども言ったようにね、これは、電子シャッターでは結構歪むことが多そうなので、実際ね、いろんな方が使ってみないと分かんないと思いますが、今のところの噂では、胴体ではあまり使いたくないぐらいの歪みが発生するんじゃないかなと思ってますので、そのあたりはね、メカシャッターにすると、R10 と変わらない秒15コマになってしまうんですが、しかしね、オートフォーカスはめちゃくちゃ優秀みたいですね。R3 で培った性能ね、結構そのままとは言いませんが、結構それに近いオートフォーカス、食いつきが良いみたいです。これはね、さすがね、キヤノンの7の名を冠しているだけあって、胴体ものに強いカメラになってきているんじゃないでしょうか。 R3 もね、ほんと素晴らしいカメラなんですけれども、めちゃくちゃ高価なものですし、しかもね、画素数的にはね結構控えめなので、報道の方とかプロにはね相当刺さる機種にはなってきてると思うんですが、アマチュアの方にはね、APS-C センサーで3250万画素の R7、超望遠レンズをつけてもね、トリミングせずデカデカと被写体を写せるような APS-C センサーになっているので、かえってこちらの方が使いやすいんじゃないかなと思ったりもします。値段もね相当違いますしね、このあたりね大注目のカメラになるんじゃないかなと思いますね。R7 がね APS-C センサーのフラグシップになるとは思わなくて、実はね、もうちょっと上のクラスも出てくるんじゃないかなと予想しておりますが、今のところね一番良いカメラとなっておりますね。はい、これをキヤノンを出してきた、そしてねコストを抑えてきた、値段がね結構私の想定してるより安かったんですけれども、この値段で出してきたっていうのは、やはりねキヤノンのねここで攻勢をかけたいという意気込みが現れているんじゃないかなと思ってます。 R10 と、ね、R7 両方ね同時に発売っていうか発表したっていうのもね、そのあたりのね考慮があったんじゃないかな、ここでねインパクトをつけたかったんじゃないかなと思ってます。実質ね、20万切ってますからね、
まあ、APS-C センサーだと20万切ってるんでお買い得とは言わないですけれども、かなり魅力的に見えるんじゃないでしょうか。ソニーもね、 APS-C センサーのカメラをもうずっと作ってて、どちらかというとね、 APS-C センサーのカメラから波及してフルサイズにいったっていう口なんですけれども、そちらのねカメラは結構コンパクトに抑えられているので、どちらかというと、まあ、ソニー伝統といいましょうかね、コンパクトに抑えること、フルサイズもそうなんですけどね、それを重視に作っているので、いまいちね、形的に私はね、別に嫌いじゃないんですけれども、この R7 のようなね、いかにもカメラチックなカメラっていうんですかね、こういったものがね、野鳥撮影とかにはね使いやすいんじゃないかなと思ったりもしますね。若干ねレンズつけるとソニーのカメラはね、めちゃくちゃレンズが強調されるような感じになっちゃうんで、先ほどのね QX1 じゃないですけれどもね、全くねカメラがなくてレンズだけみたいな感じになっちゃうんですけれども、R7 はね結構落ち着いて構えることができるんじゃないかなと、まあ、ソニーもこの路線のカメラ一つ欲しいですよね。 APS-C センサーのカメラで超望遠をつけても見合うようなカメラが欲しいかなと思ったりもします。まあコンパクトのがいいって方はそれでもいると思いますが、やはりねちょっとしたグリップがねちゃんとある、そしてねファインダーがねしっかり覗ける、特にね、照準器などつけることが私の場合あるので、それがねしっかりつけられて真ん中につけられてね、ちゃんと望遠レンズの上にちょこっと顔を出すようなね仕様にしてくれるとめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、ニコンもね ZFC というね APS-C センサーのカメラをもう発売しておりますし、これから続々出てくるみたいですね。ようやくこのねミラーレスがね復旧するねきっかけがドドンと来てるんじゃないかなと思います。 APS-C センサーで、まあ、本当のねカメラ入門というものをね出していくとね、いよいよね本当 Z マウント R マウントだったっけ RF マウントだったっけ、いよいよねこのフルサイズミラーレスカメラのマウントがね注目されてくるんじゃないかな。キヤノンは特にね APS-C だけね、違うマウントでやってたんでね、あれ散々やめた方がいいって私も言ってたんですけども、まあ私の意見が取り入れられたわけじゃないでしょうが、いよいよねキヤノンがねやってきたっていう感じですね。まあとにもかくにもニコンキヤノンがね来てくれないとカメラ業界ってのは盛り上がりませんからね。ソニーはね、センサーがどうも作れなかったらしくて、ずっとね α6400 や ZV-10 だったっけ、あの Vlog カメラなどね今のところ予約すら受け付けてなかったんですが、ここのところね徐々に受付をね再開してるみたいなんで、てかこれ再開しないともうどんどんね持ってかれることはもう確定なんで、頑張って作ってほしいですね。ミラーレスとしてはね3社頑張ってほしいですね。あ、L マウントもあるんですけどね、 L マウントの APS-C センサーサイズカメラはライカが作ってたんですが、今のところ販売終了となっているので、L マウントでは APS-C センサーサイズカメラがない状態になっています。まあ、パナソニックはねマイクロフォーサーズもあるので、さすがにね手一杯でしょうし、まあ、ライカはちょっとね、値段もねプレミアムになってしまうんで、また新発売されてもなかなか手が届きにくいでしょうし、やってくれるならシグマさん、シグマさん SD クワトロなんてどうでしょう。ということでね、結局のところシグマに持ってかれる話題でしたが、いよいよね APS-C がこれから熱いという動画でございました。まあ、ニコンがねまだ1機種しか出してないので、次ねどちらかというとね ZFC は、レトロ調だったんでね、現代調 Z9 のね血を受け継ぐカメラ作っていってほしいなと思います。そしてね L マウントもぜひともね APS-C センサーサイズカメラ作ってほしいね。まあ、シグマぐらいしか本当作れないだろうけどね、シグマもフルサイズの方で精一杯なんでなかなか難しいのかな。まあ、昨今のねミラーレスマウントっていうのは巨大化しているので、 APS-C のカメラにつけちゃうとちょっと不格好になっちゃうんじゃないかなということもあって、ちょっとね心配してたんですけれども、 ZFC を見る限りねかなり、まあ、中覗いちゃうとねセンサー小さってなるんですけども、まあデザイン的にはおかしくないのかなと。そしてねこの R7、R10 などもね、まあいいかなと。まあソニーもねもともと APS-C センサーサイズマウントだったんで、どちらかというとフルサイズがギュギュみたいな感じなんで、まあ問題ないかなと。まあそう思うとねこれがね必然の流れだったんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今回はまあこんな雑談で終わっていこうと思います。このチャンネルではこういったね雑談からカメラレンズに関するお話までいろいろやっていこうと思ってますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。
またツイッター、インスタグラムもやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。そしてちょっとでもね、この動画良かったなと思ったらチャンネル登録してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またね、さようなら。